か。ハーツラビル寮の皆さんお揃いで、もしやマジカルシフト大会に向けての敵情視察ですか。スパイ行為を見逃すわけにはいきませんね。なぜ僕たちを監視していたのか、理由を詳しくお聞かせ願えますか。楽しい追いかけっこでしたね。おっと、フロイド、そろそろラウンジの開店準備の時間です。彼らと遊ぶのはまた今度にしましょう。寮長、コロシアムの整備が全て完了しました。10分後に選手の入場を開始します。ああ、なるほど。先日アズールが魔力の増幅薬を作っていたのはそういうことですか。誰かに聞かれてはいけません。声を落として。アズール、あなたはもう何が起こるか分かっていらっしゃるんですよね。アズール、早速依頼人から連絡が。今夜ラウンジに直接お話にいらっしゃると。分かりました。そんなに怯えた顔をしなくても、痛いことはしませんよ。さあこちらを見て。ショック・ザ・ハート。ではもう一度聞きますね。昨日あなたはなぜアズールの呼び出しに応じなかったのですか。ほう、なるほど。それがあなたの本当のお気持ちですか。ええ、おっしゃる通りです。期末テストの結果が楽しみですね。かしこまりました。はい。おや、どうなさったんです。暗い顔して何か悩み事を抱えているようにお見受けしますが、僕が話しかけているのはイソギンチャクたちではなく、あなたですよ。オンボロ寮の監督生さん、あなたは先日リドルさんたちと一緒にスパイごっこに勤しんでいたようなので、僕らのことはよくご存知かもしれませんが、改めましてご挨拶を。僕はジェイド・リーチ、こっちは双子のフロイド。さて話を戻しますが、もしかしてあなたのお悩みはこのおバカなイソギンチャクたちについてではありませんか。もしあなたのお悩みの種がイソギンチャクたちについてなら、直接アズールに相談するのが一番だと思いますよ。アズールはグレートセブンの海の魔女のようにとても慈悲深いお方。きっとあなたの悩みを聞いてくれるでしょう。もちろんただでというわけにはいきませんが、そんなに牙をむき出さないで。陸の生き物は獰猛ですね。ええ、フロイド、僕たち悩みを抱えるかわいそうな人を放っておけないたちでして。もしこの話に興味がおありなら、夜9時過ぎにモストロラウンジへおいでください。おいしいお茶を用意してお待ちしています。おや、これはこれは、早速のご来店ありがとうございます。ようこそモストロラウンジへ。当店のご利用は初めてでいらっしゃいますね。念のためですよ。では僭越ながら、当店をご利用いただくための諸注意を説明させていただきます。モストロラウンジは紳士の社交場、他寮との揉め事はご法度です。ここではどの寮の生徒もオクタヴィネルのルールに従っていただきます。ルールを守って楽しくラウンジをご利用くださいね。さてお客様、本日のご用件は。かしこまりました。今支配人は別のお客様のご相談を受けておりまして、しばらく店内でお待ちいただけますか。ああそうそう、当店はワンドリンク制です。必ず何か一杯ご注文くださいね。イソギンチャクさん、こちらオーダーお願いします。イソギンチャクの分際で口答えとはいい度胸ですね。僕はアズールに新人指導を言いつけられていますから、口答えする生意気な新人にはしつけをしなくては。いや困りますね。お客様、先ほども申し上げた通り、ラウンジでは僕たちのルールに従っていただきませんと。真面目に働いてくれるなら僕らは誰でも構いませんが。かしこまりました。グリムさん、従業員が仕事をサボって立ち聞きとは感心しませんね。フロイド、つまみ出しておしまいなさい。
アトランティカ記念博物館はサンゴの海の国宝である銀の紙すきや重要文化財、人魚姫のコルクオープナーなどが20個も収蔵されていることで有名な観光名所です。海底で一粒の砂金を探すような話ではありません。ほう、ここがオンボロ寮。中には初めて入りましたが、なかなか趣のある作りですね。学校からも近いですし、モストロラウンジの2号店にぴったりの立地です。あなたは他の皆さんと違い、契約時に能力を預けていただくことができませんでしたから、代わりにこの寮を没収させていただきます。お約束を果たしていただくまでこの寮は一時的にアズールのもの、従ってお二人には直ちに退去していただかなくてはなりません。正式にここがアズールのものになった際は、私物は全て廃棄させていただきます。そのつもりで身支度なさってくださいね。お二人とも準備はよろしいですか？ああ、もし宿にお困りでしたらご相談ください。オクタビネル寮のゲストルームは1泊1万マドルからリザーブ可能ですので。ごきげんよう、皆さん。いかがです？海底の世界は。地上にいる時は魔法薬で姿を変えているんです。この尾びれでは陸を歩けませんからね。そう簡単に条件をクリアされては困りますから。どこを狙っているんです？やはり陸の獣は目がいいんですね。フロイド、ユニーク魔法をペラペラと他人に教えてしまうのはあまり感心しませんよ。はいはい、今日は魔法の調子がいいみたいで何よりです。いつもこうだと僕も嬉しいんですがね。気分が乗らないと一度も成功しないんですから。困ったものです。またのお越しをお待ちしております。はい、どうやら契約者はサバナクローに転がり込んだようです。敵に回すと少々厄介な相手では、早めに手を打っておいた方がヤブヘビにならないように、今のところは触れずに置くということですね。かしこまりました。はい、フロイド、そんなに笑ってはかわいそうですよ。彼らなりにない知恵を絞って頑張っているんですから。二度とこんなことを考えないようにしっかりしつけなくては。タイムリミットは明日の日没まで。もう時間がありませんよ。二人とも落ち着きなさい。さもないと彼らが逃げちゃいますよ。かしこまりました。やれやれ。ごきげんよう、皆さん。また証拠りもなく海の底へいらっしゃったのですね。どうやら写真を手に入れられたご様子。最小限の手間で最大限の利益を得る、それが賢いビジネスというものですから。あと少しですよ、楽しみましょう。なんですって、彼は同じ寮長であるアズールと揉めることは避けたかったはず。一体どんな手を使ったんです？ああ、戻りましょう、フロイド。彼らの頭のイソギンチャクが消えたということは。フロイド、今は放っておきなさい。もう。ここは引き上げましょう、フロイド。彼らと遊んでいる場合ではなさそうです。アズール、あなた何をしているんです？お待ちなさい。あなたのユニーク魔法は強力すぎるゆえに契約書なしには制御できないはず。そんなことをすればどうなるか自分が一番よく分かっているでしょう。ユニーク魔法の使いすぎです。ブロッドが蓄積許容量を超えている。このままではオーバーブロッドしてしまう。すごい、どの貝殻にもびっしり呪文や魔法陣が書いてある。種族を変える魔法に声を奪う魔法、
君、その八本足でずっと魔導書の研究を？ええ、フロイド。興味深いですね。代わりに、彼自慢のテノールがひどいしゃがれ声になったそうです。別のクラスのボサボサのくせ毛に悩んでいた人魚もサラサラで綺麗な金髪になったとか。ねえアズール、全部君の仕業なんでしょ？そんな強大な魔法、能天気な魚たちには到底使えません。アズール、この指は何本に見えますか？うん、まだ気が動転しているようですね。でもよかった、なんとかブロッドの暴走は収まったようです。魔法の使いすぎでオーバーブロッドしてしまったんです。覚えていませんか？おやおや、泣き虫な炭吐き坊やに戻ってしまったんですかね。おっと、失礼しました。おやおや、アズール、急に元気ですね。もう少し寝ていては？ここまで来たら諦めた方が気が楽ですよ。そうですよ、記録は大切なものですから。いやですね、僕らだって契約違反をしない方に手荒な真似はいたしません。さて、本日は見事な晴天、絶好の遠足日和ということで、アズールの手配でアトランティカ記念博物館は僕たちの貸し切りとなっております。アズールは先に出発し、現地で僕たちを待っているそうです。そんなに気にしなくても、写真に写っているまん丸おデブな人魚があなただとは誰も気づきませんよ。陸の人間にはそう見えるかもしれませんね。あれは恐竜ではなく、シードラゴンという海のモンスターですね。海の魔女の洞窟の入り口はシードラゴンの骨でできていたという言い伝えがあります。陸の世界に慣れると、昔の人魚はかなり地上の世界を勘違いしていたことが分かって笑えますよね。おや、早速例の宣伝が功を奏しているようですね。さらにポイントカードを3枚貯めるとスペシャルなサービスが受けられる特典付き。はい、そうですよ、ご家庭の事情にむやみに首を突っ込むものではありません。アズールと僕たち兄弟の故郷はサンゴの海の中でも北の方でして、この時期は海面が流氷で覆われるんです。それはいいアイディアだ、楽しいホリデーになりそうですね。いつでもお待ちしていますよ。では。おや、こんな深夜にどんなお客様がいらっしゃったのかと思えば。はい、オクタビネル内のモストロラウンジです。牢獄とはハリムさん所有の魔法の絨毯によく似ていますが。はい、皆様のまたのご来店お待ちしております。あまりイメージにありませんね。おほう、アズールに任せておけばきっと楽しいホリデーになりますよ。はい。僕たちの故郷は冬は帰省が困難な立地でして、昨晩スカラビアの皆さんに働いた無礼についてもお詫び申し上げたいですし、さあ監督生さんも参りましょう。頑張って魔法の絨毯を捉えたんですがね。はあ、しょんぼり。料理や掃除のお手伝いなら僕たち双子にお任せください。それは機嫌の良し悪しなのでしょうか。カリムさんはフロイドのように気分の浮き沈みが激しい印象があまりないものですから、もっと別の要因があるような気がして。カリムさんのことですよ。フロイドは海の生き物になぞらえたあだ名をつけるのが好きなんです。グリム君のことも丸々として愛らしいシルエットに親しみを込めてアザラシちゃんと呼んでいるそうですよ。かしこまりました。ジャミルさんは難しいかもしれませんが、カリムさんなら素直に僕とお話ししてくれるかもしれません。ごめんなさいカリムさん、まさかもうお休みだったとは思っていなくて。明日にすればよかったですね。もう一度宝物庫が見たいなんてわがままを。倉庫の奥に積まれていたタペストリーや絨毯などが気になっていて、ああいった繊維を用いた工芸品は海の中ではほとんど見かけません。僕、ネッサの国の文化にとても興味があるんです。乾いた砂が広がる世界なんて
海の底とは正反対の世界ですから、よろしいんですか。ああ、やはり近くで見ると一層素晴らしい。カリムさん、この鮮やかなピーコックグリーンの反物は素晴らしい。人間の世界に興味津々な人魚姫が見たら全部欲しくなってしまいそうな宝物ばかり。これだけの宝物、きっと管理も大変でしょ。ジャミルさんは本当に有能な補佐官でらっしゃいますね。アズールも褒めていました。そんなに有能なジャミルさんは今のあなたについて何もおっしゃらないのですか。長期休暇だというのに寮生を実家に帰さず毎日厳しい特訓を強いている。普段のあなたからは想像もできない行動です。ご自分の決定でしょ。なぜ疑問形なんです。それはなぜです。ほう、何が難しいんですか。この冬休みの居残り特訓はあなたがお決めになったのでは。また煮え切らないお返事ですね。仕方ありません。勝率は五分というところですが、僕の切り札を出すとしましょう。な、いった、すみません、目にホコリが入ってしまったみたいで、少し見てもらえませんか。左目を。僕の左目を見て。そう、そんなに怖がらないで、力になりたいんです。ショック・ザ・ハート、あなたはこの質問に真実で答えなくてはなりません。あなたは、はい、ずっとカリムさんのそばにいましたよ。カリムさんは本当に親切な方ですね。いろいろと丁寧に教えてくださって。何とは。僕たちはただ楽しくお話ししていただけですよね、えカリムさん。はい、やはりアズールの予想通りでした。おそらくカリムさんは誰かに魔法で洗脳され操られています。ラギーさんのように体を操る魔法とは別に精神を乗っ取るタイプの催眠魔法も存在はします。しかし体を操る者よりかなり高度な技術と魔力を必要とするので、使用できる魔法師はかなり限られています。残念ながらそれについては聞き出すことができませんでした。フロイド、ユニーク魔法の内容を他人に明かすのは感心しないといつも言っているでしょ。はあ、仕方ありませんね。僕のユニーク魔法は効果を知ればほとんどの相手に警戒されてしまうので、あまり明かしたくはないのですが、僕のユニーク魔法ショック・ザ・ハートは一度だけ相手に真実を喋らせることができるんです。とは言っても同じ相手に使えるのは1回だけ。一度使ってしまうと二度と同じ相手には使えません。それに魔法耐性が強い方やアズールのような用心深いタイプには効かないことがほとんどです。もともと心のガードが緩い方、あるいは相手の心に隙ができた時にしか効果がない、かなり効果範囲が限定されたユニーク魔法です。そうですね。ともかくカリムさんはもともと他人との距離感が近いタイプだったので、あっさり僕の魔法にかかってくれました。しかし、僕の左目を見て。そう、そんなに怖がらないで、力になりたいんです。ショック・ザ・ハート、あなたはこの質問に真実で答えなくてはなりません。あなたは催眠魔法を使える生徒の名前を知っていますか。ではその名は。え、そうですか、わかりました。ありがとうございます。カリムさんのおかげで非常にクリアになりました。はい、というわけです。非常に悔しいですが、そういうことですね。それほど大切な約束ということでしょう。監督生さん、グリム君、起きてください。カリムさん、おはようございます。いいえ、僕はジェイドです。そういえば
少し名前の響きが似ていますね。目覚めの紅茶とお着替えの準備ができております。さ、起きてください。僕たちは今食客としてスカラビアにお世話になっている身ですから、何かお手伝いできないかと考えまして。従者を思いやるカリムさんのお気持ち、美しいですね。アズールに爪の赤を煎じて飲んでいただきたいくらいです。さあさあ、ジャミルさん、お部屋に戻って二度寝でもなさってください。今日はフロイドの調子もいいようですね。気分が乗らないと味も大変なありさまになってしまうのですが、集中力が長続きしないタイプの方にもおすすめの勉強法ですね。模擬試合はストレスも発散できますし、いい運動ですよね。調理は食べ物に関する知識や健全な食生活を得るためにも非常に重要です。スープを焦がさないようしっかり見張っていてくださいね。さあ皆さん、美味しい昼食を作りましょう。茶を準備していきましょうか。話は聞かせていただきました。最初から全てですよ。談話室を出てからのお二人の会話はずっとアズールのスマートフォンから全世界にライブ配信されていたんです。現在アズールのマジカメアカウントのライブ配信を視聴中のユーザーは5000人超え。某有名魔法師養成学校の闇実況として話題騒然です。副寮長の晴れ舞台、もちろん寮生の皆さんも談話室に集まって視聴中です。もう言い逃れはできませんよ。アズールに使った洗脳魔法が動かぬ証拠、ジャミルさん、あなたこそユニーク魔法でカリムさんを操りスカラビアを混乱に招き入れた黒幕だ。アズール、いけません。正気に戻りなさい。いけません、ジャミルさん。これ以上ユニーク魔法を使い続ければブロッドの許容量が空模様まで変わっていく。これはアズールの時と同じ。カリムさん、カリムさん、ご無事ですか？しっかりなさってください。よかった、気がつかれましたね。どうやらスカラビア領のある時空の果てのようです。ほうきも絨毯もありませんし、飛んでいくことはできません。どういたしましょうか。アズールと契約してユニーク魔法を貸すだなんて、よくできますね。我が兄弟ながら感心します。なんだかんだ理由をつけて魔法を返してくれない気がするので、僕なら絶対にアズールと契約なんてしたくありませんよ。そうですね、もし僕があんな裏切り方をされたら、持ちうる語彙の限りに罵って精神的に追い詰め縛って海に沈めますよ。それを自分のせいだなんて、いいやつを通り越してちょっと気持ち悪いです。卑劣さのレベルで言えばアズールと比べても見劣りしません。自信を持って裏切り者と罵っていいと思いますよ。川でもあれば泳いで戻れたのですが、周辺の川はどこも干上がっているようですね。下世話なアズールのことは置いておいて、カリムさん、ではお願いできますか。ではフロイド、川が凍る前に行きましょう。アズール、グリム君、僕の背中に捕まって。アズールは人魚になっても泳ぐのが早くありませんから、目が釣り上がっていてとても賢そうです。一発殴ってやると言っていたのもすっかり忘れていますね。なるほど、アズールだって魔法薬学の成績は学年トップレベルですが、飛行術の成績は下から数えた方が早いですものね。おや、言われてしまいましたね。ラクダにはたっぷりご馳走と飲み物も積み込みましたし、お二人ともお上手ですね。アズールも踊りを教えていただいては。お飲み物はどうされますか。おや、文化祭運営委員長自ら視察においでくださるとは光栄です。ようこそ山を愛する会の展示ブースへ。お二人とも、それは謎のキノコでも変なものでもありません。ちゃんとブナシメジという名前がある食べられるキノコです。フロイド、
そうすねないで。ドリンクの移動販売で一番営業成績が良かったスタッフにはアズールから特別ボーナスもあるそうですから。いいえ、兵同好会の活動は山登りを主体としたものではありません。高い山に登って登頂証明書を集めたりするわけではありませんし、学園の周りの山を散歩しながら風景を眺めつつ、山菜やキノコ、花や野生動物など主に山に息づくものを鑑賞したり食したりすることを目的としています。どうでしょう、僕はありのままの山を五感で楽しんでいるだけなので、興味の延長で観察することはあっても、サイエンス部のように本格的な実験などはいたしませんしさすがに洗って火を通したりはしますが、おおむねそうとも言えます。はい、どれも陸の人間には面白みがないありふれた風景かもしれませんが、海で生まれ育った僕には珍しいものなのでだから所属が僕一人だけなのかもしれませんね。はい、皆様お越しいただきありがとうございました。バイバイ。そういえばフロイド、あなたは歌も踊りも好きなのに、なぜ VDC のオーディションを受けなかったんです楽しみですね。まあ来年にはまた気が変わっているかもしれませんが、ところでフロイド、この時間はドリンクの移動販売のシフトに入っていたはずでは？ドリンクサーバー背負っていませんよね。おや、閉店しちゃいましたか。困りましたね。アズールが連れ去られたのは部活中だったようですが。なるほど、レオナさんとアズールたちは無抵抗で従ったわけですか。何か理由がありそうですね。ブロットの研究、連れ去られたメンバーを考えてみてください。イリアさんのお話を聞く限り丁重におもてなしされているとは思えませんが、良くて精密検査、悪くて彼らの実験対象、最悪の場合すでに生きては。僕はただ可能性を提示しただけで、皆さんの不安を煽りたかったわけでは。これは失礼しました。アズール、ご無事で何よりです。店は開けていましたが、この2日は学園内でも混乱が大きく、来客はゼロという結果です。